様です。今回は車検の話でございます。車をお持ちの方は2年に一度必ず車検の時期がやってくると思いますけども、どこで車検を受けるとね、一番安く安心なサービスが受けれるのか、これ気になるところじゃないですか。ズバリ言いますけども、私ね4台の車を所有していまして、それぞれ車検結構費用高いんですけども、でもねここが一番いいよっていう車検、これはね1点です。それが楽天カー車検です。ここ以外は考えられません。ね、すごく簡単ですよ。楽天カー車検で検索していただくと、この画面に来ると思いますけども、現在地から店舗を選択ってあるでしょ？だからここにね、例えば私の住所をこうやって入れるわけですよ。そうすると、最も安く車検をしてくれそうなところを、こうやってね、比較してくれるわけですよ。今、30キロ圏内で、軽自動車っていう車種になってますよね。じゃあここをですね、私みたいに、これクラウン、セルシオみたいなタイプですよね。でこれで検索してみましょう。そうすると確かに安いんですよ。これガソリンスタンドがいくつか出てきて、そこでのそれぞれのこうやってね見積もり金額、大体の金額出てくるでしょ、でこうやって比較して一番いいところとか一番近くのところとかね、で特典もそれぞれあるんですよ。1500ポイントとかね、3000ポイントとかで、トータルで良さそうなところを選べばもう間違いないと思います。もうこれ一択ですよ。ぜひこうしてください。で、大型車じゃなくて、軽自動車もありますので、軽自動車でも選択してみるとどうでしょうか。ね、わかりやすいですね。5万とか3万とかですよ。1万、2万の差なんてすぐに出てくるわけですよ。で、ポイントもあるわけでしょ。で、支払い方法もクレジットカード OK なところとか、土日でもやってるところとか、代車があるところとかっていうのは選べますからね。で、検索すればいいんで、むちゃくちゃ簡単でしょ。で、この見積書をもとに、それぞれのところ行ってみて、お願いすればいいって話ですよ。簡単でしょ、はい、ということでございました。私もね、セルシオあるし、トランザムあるし、軽自動車あるし、それからベルファイアあるし、車検の費用どこで受けるかによって金額違いますよ。まあ私はでもこういうの、ね、楽天車検を進めといてあれですけども、まあ知り合いのね、先輩の会社に頼むわけですけどもね。まあ安いとは言いませんけど、最も具合がいいです。やっぱり次第のところでやるのが安心ですよ。はい、じゃあ以上ですね。皆さん楽天カー車検ぜひお試しください。